はい、ご視聴ありがとうございます。えー、っと、ちょっとねうーん、時事ネタというか、うーん、まあちょっと気になるニュースというかね、があったんで、ちょっとその件についてお話ししたいかなと思います、えー。大阪のね、ガンショップファーストさんが倒産したっていうお話ですよね。うーん、まあ、 僕的にはね、えー、ファーストさんね今現在あのー、う,こうこれといったお付き合いというかね多分店員さん今最近やはった店員さんもね僕の顔を知ってる人っていうのもあんまいなかったと思うんでうん今今うんお店がなくなったからといって僕の生活に何かねこう変化が起こるわけでもこの活動に。 影響があるというわけではないんですけど、うーん、まあちょっと昔はね、ちょっとお付き合いもあった時期もあるんですよ。かなり昔です。えーっと、たぶん僕がまだ車の免許持ってなかった時なんで、23か4ぐらい。つまり30年ぐらい前。そう思うと、ファーストさんもお店30年やられてたんですよね。だから決してね、 なんかまあ今になって店たたんだからって言ってもうそれなりに長いことやったはったんだなというふうにも思いましたね。どういう,うん付き合いというかねまあ要はうんその当時店を始めた人たち最初のスタッフと仲のいい共通の連れいがいたんで。 まあその連れに誘われて新しい店できたからって言うてまあ行,き行くようになったというか別に常連客でもその時ですら常連客でもなかったんやけどやっぱり連れの連れっていうことでねそれなりにあのなんかちょっと買い物する時にはやっぱり安くしてもらったりだとかあーまあその時は <laughs> ちょっと顔も聞いたんかなぐらいのちょっとイメージというかねそうあったんですけど。 うーん、そうやな当たり障りのない <laughs> 当たり障りある話ってなんやねんって話やけどまあ話で言うとまあファース当時のファーストさんが主催してるゲームにも参加したことあるしそれミノーの山でやってたんですよね当時はね有料フィールドっていうものも基本的にはなかったんではっきり言うていわゆる えー、ローカルフィールドというか、まあ、勝手にやってたっていうノリのフィールドでしたね。ファーストも今ほど大きい店ではなかった時かな。うん、あの最初の店舗はねあの東大阪じゃなくて門真の辺にあったんですよね。門真というか花博会場の近くかな。の貸し、えーうん、倉庫の。 一角を借りてててやってたったいう感じですよまあ小さいお店ってわけでもなかったけどまあまあ今みたいなあの大きいお店ではなかったです最初はね、うん。まあまあ言うたらお友達のお友達の店っていうことでそれなりにその頃は付き合いもあったんですけどね。うんまああとはね当時はそのゴーヤはねその うん、しばらく間うーんまあ5年ぐらいの間やるなえー、っとショップとしては出店はしてへんかったんかなでもファーストの、まあ、グループというか仲間内でアホカリにも来てたと思うしうんあとは何があるかなまあ VMAT にね出店するって言うて今から思ったらちっちゃいブースやったなあまあほとんど売るもんもな安売りしすぎて売るもんもあんまりなくなったからっていう感じででもまあまあ物がゼロになったわけじゃないっていうタイミングでみんなちょっと休憩したいって言うてなんかちょっとまあ僕がねそのイベントの間店番したりとかねなんか物売った覚えもないような気もするんやけど。 まあねそんな感じでお手伝いしたりとかもちょっとあ,ありましたねうんまあその後はねまあその連れとの関係性というとちょっと大げさですけど付き合いがちょっとなくなったりとかした加減もあってまあファーストさんともちょっと疎遠になってうん まあ店にねまれに行くことがあっても知ってる店員がいさんがいなくなったりとまあい変わったりとかしてねまあそんな感じでうんちょっと個人的なつお付き合いっていうのはなくなっちゃってそのぐらいにね有名なちょっとあの事件があったりだとかそういうこともあったんでまあまあ世間的にはねやっぱりファーストさんっていうとやっぱりこうエアガンをすごく安売り してるお店であったりだとかまあ当時でいうと店舗も大きかったですし品揃えもよかもちろん良かったしでうーん、まあ、それまでにはなかった大型店舗っていう感じですよねそれとまあそれに合わせてあのライラックスっていうねあのパーツブランドですよね今は別会社になって みたいなんでライラックスさんは一緒になくなってしまうというわけではどうやらなさそうですけどまあそういうお店と並行してねショップあのパーツ開発であったり販売であったりとかそういうことやってたとこも珍しかったんじゃないですかねパーツメーカーありきでショップもあるとかねそういうとこは結構あったようなあ,あそんなことないかうん。 まあでも、味噌のね、規模からすると、やっぱそういうのがあって、まあそこからさらに独立してね、別ブランドになれるっていうことも珍しいと思うし。うーん。まあまあ、あとはね、あの、うん。まあ僕はこれといってね、ほんまにね、あの <laughs>、ファーストさんが亡くなって困るっていうことはないんですけど、 やっぱりちょっとね業界全体のマイナスイメージ今日でもツイッターとか結構見てるとねまだ確定情報じゃないのに「あ倒産や倒産や」産や言うてるのもおったりとか「さばゲ業界が衰退まあええー、っと何やったかなはまあ流行りが終わったからっていう象徴やなみたいな。 なんかその関連性が直接ないのにあんまりそういうことを関連づけるのはちょっと良くないなって思いますね。まあ結構ねみんな言ってるのは言ってるんでショップであったりえー、サバゲフィールドであったりやっぱ人が減ってるみたいなこと言うんでまあ いい,いい環境というか <laughs> うーん前ほど流行ってはないっていうのは事実やと思うんですけどまあそれとファーストさんが倒産しちゃったっていうのを直結するのはまあどう,どうかなと、まあ、流行ってりゃ潰れることはまあもちろんねなかったのかなとは思いますけど別の要因がある可能性も十分あるし誰かはねなんかあのー、社員が。 応領しててたたたみいいなことも書いてたんですよそれも裏が取れてないんで実際のところは分かんないですけどもしそうであればやっぱりねあの業界全体のどうのっていう話とはまたちょっと違ってくるのかなって気もするんでまああまり物事をねマイナスに捉えるのは僕は好きじゃないんでね、えー、まあか,かといってねファーストさんがうんテンポがなくなって。 プラスっていうことはやっぱりちょっとないかなとは思っちゃいますよね。うんまあまあそのとこかな。まあ前ほどねお店始めはってこう勢いが良かった時ほど、うん店がそこまで、うん、売り上げが良くなかったっていう裏にはなんか海外メーカーであったり海外 メーカー系ショップの台頭というかね品揃えで言うたら他の店もあるよねとかそういうところはやっぱり出てきたんかなという気もしますよね。まあちょっとまあ時事ネタってことで一応ちょっと僕なりのえちょっとファーストさんとの関わりとねえ思い出を軽く話させてもらいました。 まあ,あんまり物事マイナスに捉えることなくあの我々我々我々でできることをやっていきたいなと思います。では